皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ライダーキックスフィギュアレジェンドライダーシリーズ仮面ライダーエターナルです。はい、こちら劇場版仮面ライダーダブル A2Z 運命のガイアメモリーに登場する悪の仮面ライダーですね。大道克実がロストドライバーで変身する仮面ライダーですけれども、先日まで放送されておりました仮面ライダージオーにもゲスト出演していたので記憶に新しいライダーでもあります。そして今ですね、 YouTube で東映の公式から V シネマ仮面ライダーエターナルの方も公開されておりますので、気になる方はそちらの方もぜひチェックしてみてはいかがでございましょうか。外箱見てみますと、かっこいいエターナル写ってますけれども、こちらね、最初発売が発表された時はマントのね付属された写真が公開されてなくて、あれマントつかないのかなって思ってたら、その後更新されまして、こうやってマント付きで発売されることが決まりまして、非常に楽しみでございました。セット内容を見てみますと、どうも武器付属があるみたいですので非常に楽しみですね。それでは開けてまいりましょう。それでは参ります。いきましょう。せーの、ドドン。結構ボリュームがあるね。やっぱマントの存在が大きいな。はい、それでは中身は仮面ライダーエターナル本体と武器のエターナルエッジ。交換用の手首パーツ、開き手が左右一つずつです。まずエターナルエッジですけども、非常に細かくモールド入っておりまして、肉抜きも特にございません。非常に素晴らしいですね。実際ね、真骨頂とかだと、ここにね、指を引っ掛ける間の部分で、ここはね、一体化してるんですけど、で、真ん中に穴があるみたいになってるんですけど、今回はね、指がね、挟みやすいように、そこはね、こう、くり抜かれた状態になっておりますね。これは非常に素晴らしいんじゃないでしょうか。そしてエターナル本体です。非常に素晴らしい。いやー、本当にいいですよ、これ。っていうのも、もともとエターナルが色の塗り分けがあまり細かくないライダーっていうこともあって、すげー真っ白なんだけど、いや、十分なんですよ。全然問題ない程度の色塗りされております。非常に素晴らしいです。特徴的なマントですけども、こちらはすべて軟質になっておりまして、これはね、ポージングの時ちゃんとこうやって曲げて使うことができますので、全然邪魔になりません。そして首を外せば、こんな感じでマントを取り外すこともできますので、この状態でつけるとマントのなし状態にすることもできますね。体についておりますコンバットベルトですけども、腕と体それぞれに完全に一体化してますね。で、メモリはそれぞれモールドきちんと入っておりまして、まあ、メモリの出し入れとかはね、ここのロストドライバー含めて全然できませんけれども、いや、十分なんじゃないですか。すごいいい感じですよ。腕についておりますファイヤーマーク、こちらの方もきちんと描かれておりますし、結構優遇されてるね、エターナル君。やっぱ人気ライダーだもんな。ロストドライバーきちんとこれは塗装で表現されてます。これはダブルと一緒ですね。で、ちゃんとエターナルメモリがこちらの方挟まっております。下半身に関してもコンバットベルトきちんとここははまってますし、色塗りもね、この足首のところのファイヤーマークもきちんと描かれております。ですが、後ろ姿に関してはいつも通り色塗られておりません。ここまで回ってるコンバットベルトのみ黒く塗られてますが、こっち側は白のまんまですね。足首もここで割り切って後ろ側塗られておりません。っていうかさ、手首がさ、この開き手と握り手しかありませんでしたね。親指立ててるやつ決し絶対あると思ったんですよ。あの地獄を楽しみな的なね。あの親指を下に下げているポーズできると思ったんだけどな、今回できませんでしたね。なんでしょうね。特徴的だけど、やっぱり子供の教育的なことなのかな。いやいや、普通に予算の問題だよね、多分ね。いやー、残念ですね。普通に欲しかったっすよね。それでは手首を付け替えまして、あと初変身時のヘリコプターから飛び降りる印象的なポーズ、そしてエターナルエッジを持たせて腰を落としての構えポーズや、走りながら切りかかっていくシーン、片足立ちのキックポーズも簡単に決まります。マントはありますが、パッケージにあるみたいなライダーキックも全然邪魔になりませんね。めちゃめちゃかっこよく決まります。もちろんマントを外してもポーズはかっこよく決まります。そして以前デビューしたダブルと並べるとこんな感じで、まあダブルドライバーとロストドライバーの違いはあるんですけども、基本造形は似ているはずなんですが、やっぱね、色の配色が違うっていうだけで全然違うライダーになりますね。まあ、首から上に関しては全然造形が違いますもんね。っていうか、今この動画撮ってる最中にアクセル買い忘れてたことに気づきました。いや、 RKF ね、ほとんど持ってんだけどね、なんでアクセル忘れてた。多分ね、あの時期アーツとかめちゃめちゃ発売しててね、完全にスルーしてたんだよね。この後買いに行こうと思います。はい、というわけで今回は RKF の仮面ライダーエターナルをご紹介いたしました。結構ね、質に差がバラバラな RKF の中でもかなりエターナル、これ出来が良かったですね。いや、かなり買いだと思います。エターナルも早く売り切れてしまう可能性がありますので、気になった方はぜひおもちゃ屋さんに急いでください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。